とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で追加された鬼のようなクエストやっていきましょう。これだね。ごく蘇る魔人の脅威、マゼラタイタンの強化バージョン、マゼラギガースを倒すやつなんだけども、超クエスト今やりました。めちゃくちゃ難しかった。ごくはとんでもないと思う。でも経験値83000、さらに神経験値ボール2つ、これ鬼のように美味しいよ。とりあえず行ってみようか。なんかね、マルチで行った方がいい気もするんだけど、まあ行ってみましょう。はい。ちなみにね、マゼラタイタン、まだ動画に出すことはできません。だけども、このマゼラギガースは動画に出せるみたい。うん、出してもいいみたいなんで、これをやっていきます。とにかく強い。でも倒し方は、まあ、あまり変わりはないかな。うん、元々のマゼラタイタンと。そこまで変わりはないので、まあ、大体これの倒し方を見てもらえれば分かりやすいかな。あ、まあまあ倒せるかどうかもちょっと微妙かもしれないけどね。まあとりあえず倒し方の説明とかは今度やります。今結構必死にやってますんで。結構ね、即死技をね多用してくるんで、ある程度注意は必要。でも、敵の HP がね、半分ぐらいまではしてこないんで、大丈夫。うん。とりあえず、敵の HP 半分ぐらいまでは、普通にやってて大丈夫みたいだね。もうね、ほんと最後の方ね、鬼のような感じになるからね。うん。あ、で、一応ね、戦い方のコツとしては、離れすぎない方がいい。基本的には、がっちりひっついてた方がいいです。炎を撒き散らしてくるやつ、あれにね、当たらないのよ。密着してると。なので、基本密着しましょう。あと、あとは注意することは、うん、即死攻撃ぐらいかな。あ、で、こいつのこのサンダー。これに当たると結構なダメージなので、サンダー注意。です。うん。で、あとは、うん、この、隕石。あれはね、まあ、避けれるでしょ。で、ツインレーザーも、密着してれば当たらないからね。はい、来た来た来た。あ、お前たち、みんなやられるだろう、それ。だよね。もうそういうのあるから、いや。OK。とりあえず全員、行ってやらせましょう。さすがにね、仲間、多い方に越したことはないからね。もう、とにかく攻撃力もあるし、要注意。あ、今のサンダー。サンダーマジで注意。やばし、やばいっす。えぐい攻撃が来た。またかよ。みんななった。オッケーオッケー。ナイス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 。おいおい、ちょっと長えな。オッケー、チャンス。え、死んでない。誰か、誰か死んでたね。オッケー。チャンスがね、取れないんだよね。火力が多分足りてない。かなり火力上げてる方なんだけどさ、それでも火力が足りないんで、マルチだったらいけると思う。マルチだったらチャンス取れると思うよね。4人ぐらいで必殺技ガシガシ打たないと無理だわ。危ない、危なかった。でもまあまあまあ
最初の1、2発食らったところで大丈夫だから、とにかく無重力には絶対なるようにしようね。死んじゃうからあれ、本当に。回復アイテムを連射すればなんとかなるっていうこともあったのよ前は。でもこいつに関しては無理、マジで無理。ああ、取りたかったのに。マジでか、マジでか。やばい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 、死ぬ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 。あ、生き返ってお前たち。ああ、やられてしまうだ。もうしょうがない、またろう、頑張ろう。うん、さっきの途中から俺一人になったからね。もう戦い方はもう慣れるしかない、何回も戦ってね。もう慣れるっきゃないよ。なんで最初のうちは死ぬこともそれはあるさ。よしよしよし、チャンス取れないけども、俺攻撃しっかり入れれるからね、入れていこう。でここでちょっと離れとこうかな。うん、必殺技のね回転率がいいやつがなんかここは良さそうな気がする。うん、ブルームーンとかすごいこう向いてるけどね。ああ、危ない危ない危ない、死ぬとこやった。破滅流星群にもろに当たったら死ぬね、間違いなく。ああ終わりだ、あと一発か、終わり。よっしゃー、強かった、マジで強い。で、おお、怨念エネルギーか、一個出てるね。で、経験値もバカうまい。ここで出たアイテムのレベルで、このボスがどれぐらいのレベルかっていうのがわかるよね。めちゃ美味しい、これ。本当に美味しいぞ。今までのレベル上げってラスボス倒すやつだったでしょ？そのラスボスの倍以上美味しいよ、ここ。やばい。レベル上げはもう間違いなくここ。さあ、悟空のマゼラギガース、レベルいくつだと思う？ 900 ぐらいか。見てみましょう。入手順。あ、違う、744。入手順だよね。あ、744だわ。うん、800もないぐらいのボスみたいです。でも、むちゃくちゃ強い。から、倒すときは要注意。え、煉獄とかないよね。ああ、ないないない。煉獄はないです。獄まで。煉獄があるのは、キャンプファイヤーのみかな。うんうんうん。まあ、とにかく、めちゃくちゃ美味しいから、ここは、どんどん周回していった方がいいです。今まではね、ここの、ごくあの最終決戦をもう一度、ここが美味しかったけども、全然違うもん。うん。こっちは2万5000に超経験値ボール3つでしょ。で、ガシャコイン5個だよ。で、こっちだったら、経験値8万3000だ。うん。3倍ぐらいあるわな。3倍以上あるか。で、神経験値ボール2つ。ガシャコインも7個。美味しいです。ただ、強いので注意していきましょう。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。